始まりました。テアンデーのパジャマパーティーです。イエーイ。今日は仲良し3人組でお送りしたいと思います。アリパニとマドカちゃんとキャブパオリーヌでお送りしたいと思います。みんな最後まで楽しんでってください。よろしくお願いします。お願いします。での番組紹介の方をアシスタントのマドカちゃんにお願いしたいと思います。はい。本日、初めてアシスタントを務めさせていただきます。岡崎マドカです。はい、それでは紹介の方させていただきます。はい、お願いします。はい、このクルーズ TV、ペアンディ、タオリンのパジャマパーティー、スタートでーす。イエーイ。はい、この番組は、クルーズ TV 内で1時間、ファンの方や視聴者様の皆様と一緒に、自由気ままに盛り上がるトーク番組です。こんなコーナーをやってほしいなどのリクエストがございましたら、コメント欄にて、随時募集しております。はい。そして YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルでは毎週木曜日、日曜日の2日間でこの番組以外にも多数の番組を制作、配信しておりますので、もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。はい。そしてスタジオ観覧もお一人様2000円で観覧できますので、観覧ご希望の方はぜひお越しください。はい、そして商品コーナーは別動画として後日アップさせていただきます。はい、それでは今日もクルーズ TV を最後までお楽しみください。よろしくお願いします。女の子と言ったらこう、なんかいつも、みたいなイメージがあると、こういうイメージがあると思うんで、タオリンの本音ダダ漏れ質問に皆さんに答えていただきましょう。皆さんの被ってる皮を包み、剥がしていきたいと思います。いいですね。この帽子もね。最後にはこの帽子なくなってる。なくなってるから。皆さん、すっぴん、はい、そう、心のすっぴん姿を皆さんにお披露目することになると思うので、はい、ちょっと皆さん覚悟をして、今日意外な一面見ても皆さん嫌わないようにそこだけ。お願いします。ということで、質問結構あるんですけど、まあ、1問目からいきたいと思います。はい。亡くなったミュージシャンを一人だけ復活させられるなら誰を呼びますか？その理由は？ああ、難しい。うん。でも、この世にいらっしゃるわけじゃないですか。はい。まあ、生演奏が見たい、新曲が聴きたい、うん、あのミュージシャンとコラボしてほしい、好きな音楽の話をするだけでも十分なんですけども、さらに深い話題をするにはこの質問だと。まあ、仮にこれ音楽じゃなくても、まあ、興味深い話ができるのかなって、タレントさん、俳優さん、女優さん、いろいろいらっしゃると思うんですけど、はい。はい。誰かいるかな？誰かいるかな？私？はい。じゃあ、私はマイケル・ジャクソンさん。あ、王道っちゃ王道なんですけど、はい。理由としては私、そのマイケル・ジャクソンさんの曲を聴いてたのも亡くなってからだったんですよ。あー、なるほど。だから、もっと聴きたいと思った時にはもうこの世にはいなくなっちゃうっていう感じなんで、はい、もっと今私が知った時から新しく作られた新曲とかを聴いてみたかったとか、実際まあ会うことはなかなか難しいでしょうけど、そうですね、まあなんだろう、まあ、ライブ配信でも何かしらその自分が自分と同じ時を生きたかったとか、あ、確かに知らなかったから生きてる時を私はっていうので、やっぱり王道だけど、マイケル・ジャクソンさんがやっぱ蘇ってくれたら嬉しいかなって思います。いや、これ見てくださってる方でも、もしかしたらマイケル・ジャクソンさんが蘇ったら、蘇ってほしいって思ってる方いるかもしれないですね。今回のこの王道なんですけども、よかったらそのリスナーさんも見てくださってる方々も一緒にコメントとかしていただけると嬉しいです。はい。私、最近なんですけど、三浦春馬さん。いや、もうなんか、ショックですよね。すっごい。3日間ぐらい、こう、夜配信してるんですけど、じゃあみんな、お疲れ、じゃねーって言った後に、携帯で、三浦春馬って調べて、はぁーみたいな、ことが3日間ぐらいありましたね。そう。虚無感。辛いですよね、皆さん聞いて。なかなかも多かった。ちょっとね、頑張りすぎてたかなっていう。時には息抜きも必要ですね。そうですね。皆さん頑張りすぎたらダメですよ。ご飯行こうね。そうですね。ご飯行きましょう。はい。まどかちゃんは？私ですか。はい、あー、難しいですね。ね。はって出てこないですね。いやでも、それこそその、アリマミさんも、カオリーヌさんも言ってくださったように、うん、そのマイケル・ジャクソンさんだったり、ミュージアルマさんがやっぱパッと思い浮かびましたね。うん、
三浦春馬さんを知ったのが14歳の母だった。そう、なんかおばさんから、いや、ティアンデーと似てる子がテレビに出てるんだって、なんのこっちゃと思ってテレビ見たら志田未来だった。あー似てますね、確かに。でもなんか幼い時は似てたかな、はい、今はそんな、いやでも全然めちゃ似てますよ。本当さ、無理し言わなかった。あれ衝撃的でしたよね。そう、自分も同じぐらいの年で、そうそうそう、うん、だったから、すごい同じぐらいの子がそういう話もあるんだなっていう衝撃がすごかったから、めちゃめちゃ覚えてますね。なんか生命について考えるきっかけになってみたいな。そう、結構その時その役柄的に叩かれるっていう、あ、そう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 、わかります。そういう役だったから、うん、かわいそうだけど、でもそれで有名になるかみたいなのがありますよね。いやでも主役を演じるってすごいことだった。プレッシャーを、うん、あの当時そんなに、ね、今はその30歳だったけど、多分10代とかであんな演技をされてるわけだから、うん、すごいですよね。表現力とかが、そう、すごい、うん、もううち、うっ、もうすぐバレちゃうから、そこれは演技だと思ったら自分に嫌なんですバレちゃう、それがバレちゃうんだよね、本当に。行きましょうか。はい、はい、じゃあ次はちょっとあなたにとって男らしさとは何だと思いますか。男らしさ、まあ、もし難しかったら男らしさもそうだし、女性らしさとは何ですかという質問もあるので、まあ、どっちも一言ずつぐらいでもいいのかな、回答していくのは。なんか、うんうん、私は男の人の、うん、こう筋筋筋なんて言うんだろう、そう、その結果とかのあ、今やった、この辺からなんか、あ、女性ってないじゃないですか、うん、なんか、そう、腕とか、ちょうど今夏の期間なので、うん、こう、半袖とかで腕出してる方も多いので、血管とか、なんかすごい男らしいなって感じます。あー、ケチではない。私、男らしさ、見た目とかじゃなくて、性格的なもんで、内面、うん、だけど、うん、やっぱ、なんだろうな、こう、ちゃんと即決できるみたいな。ああ、どっちにしようかな、どっちにしようかなとか、ご飯食べた時とかも、うん、女の子でどっちにしようかなはよく見るけど、うんうん、男の人で、これもちょっと痛いけど、みたいな、ちょっと待ってとか言われたら、ちょっと待ってじゃなくて、なるほどね、なるほどね。なんか、あるかな、みたいな。うちその時どっちも食べちゃう。ああ、なんかお腹ちょっと残してこっちで、半分残して、半分食べて。でもいいですね。どっちも。そうそう、どっちも。なんか女子を、うん、女子すら待たせることに悩む人いるじゃない。ああ、うん、もうなんかね、ここのお店なくなるわけじゃないんだから。じゃあみたいな。そう、次来ればいいじゃない。今日はこれすればいいじゃんとか、シェアすればいいじゃんとか、いろいろ思うところがあるから、うんうん、これって即決してくれる？うん、でもってちゃんと待ってくれる？うん、こっちが決めるのも。早くしろよみたいな。そう、いいじゃん。わがままだけど、わがままだけど、なんか男らしくこうスパッと、うん、右左みたいな、スパスパッと、スパスパッと、そうそう、やってほしいかな。男気って感じ。なるほどね。はい。ガリンさん。背中いや、私基本的に人の後ろついていきたいタイプ。意外と自分が先陣切ってヤッホーって行くわけではなくて、意外と斜め後ろからこうやって、もう、あ、この人こういう行動するんだって人間観察好きで。あー。すごい、一番前に行ってすごい。違うんです。意外と人の後ろについてる。その人がちょっとこけかけたら、こうやってこう立て直したりっていうのが一番合ってると思ってて、なんか背中とかこうカクカクしてると、うん、男の子なんだよ。うちのなんかちっちゃいっていうのもあるけど、うん、基本男女平等に、なんだろう、異性だと思わないで話しかけちゃう癖があって、これがちょっと勘違いされていいんですけど、よく話したら全部男の子じゃんって。あの背中で大体分かった。コブ？腕のコブ。そう。ちょっとうちぽよぽよんで何もないんですけど、皆さんで腕出して。俺の腕に。あっという間で。3年初めてだったけど、全然。
帯だよね。ねえ、うん、なんかお菓子も添えて。いや、わかるよ。いい、ポップコーンを持って。あ、いい。ここの机におやつとかね、ジュースとか置いて。タコパ、タコパしたい、タコパしたい。今度みんなで回す。いいですね。かっこいい、作りながらね。私混ぜる、混ぜる。はい。ですね、ぜひまたこのね、現場できたらいいなって思っております。はい、ということでですね、初めての方はもうぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは、今回も見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。また見てください。はい、それでは、バイバーイ。バイバーイ。コメント全部読んでるよ。読んでるよ。